あ、すいません。はい。ごめんなさい。ちょっと待ってね。久しぶりに FM 動かすから、ちょっと、なんつうか、こんな感じですかね。で、こんな感じで。はい、そんな感じですね。はい、では。はい、出番なのかよ。そんな感じで。では、今回もですね、同じような感じで、まあ、行きたいと思います。さっきのですね、音聞こえますね、こっちの BGM。あれ、こっちの方が全然あれだね。なんか X スピットの方が実は重い、もしかしてなんて、意外な結末。うん、困りましたね、こんなことじゃ。これ確かレイアウトとかやってさ、なんだっけな、確かカメラをね、もう一個作れるんだよ。あれ？なんかアッドカメラとかあったよね。アッドカメラ。あ、そうだ、これこれ。で、どうしようかなー。で、こいつの。逆だね、どっちかっていうとね、これが、こうで、こんな感じかな。どうですか？こんな感じで。うん。どうでしょうか？それか。その曲聴きてえか。泣くよ？あまりのひどさに。どこだっけな？なんすね、歌下手だからさ、ほんとね、あん時は、まあ、若気の至りってやつだよね、ほんとに。これじゃねえな。鉄髪の誓いか、これか。若気の至りですよ。こんな時代もあったんですよ。よいしょ。これは MT32 っていうの使ってたね。大学2年ぐらいかな。
あ、昔の俺の曲です。かも懐かしいね、ほんとなんかね、はい、まあこんな感じでしたね。こんな感じの曲がまあありました。まあこんな感じの曲があったりとかですね。まあひどいもんでしょ、ほんとにこういうのをなんかやってね、あのそれこそあの昔だとあの本当に何だろうね、あの例えば当然こういうなんかあのなんだっけな、あ違うな、これじゃねえな、こういうなんかあの昔あの TM のなんかこうコピーみたいな、こんなコピーのやつだったかね。そう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 、You belong to me みたいな感じのね、あのそんなそんなやつですね。はい、そんななんかあの、そんなあのこんな昔やってたんですよ、あのね、あの大学あの高校、あとこんなギターでこんなの作ったりとかね。軽いね、なんか知らないけど、うん、とてもいいことです。はい、そっか小学生か。じゃあさ、あのこの辺りとかあの昔あのなんだっけ、こんなコピーもやってたよ昔。うん、そう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 、生まれてなかったか。あとなんだっけ、 TM だとこんなのもまだ残ってたな。うん、あ、これレジスタンスって曲ね。昔。うん。こんなんとかね。あと、さっきのあの、バトルボーイ次元って、あの、まあ、アニメのエンディングやつはね、もう一回作り直したのかな。まあ、こんな感じに作り出したけど、ね、やっぱね、オリジナルがやっぱり一番、なんか俺の中では好きなんだよね。皆さん多分イメージ違うと思うんですけど、まあ、そんなのがあったりとか。あの、あとはね、そうそうそう。あと割となんかあの、
昔の若気の至りで作った。これも大学ですね、大学3年ぐらいに作ってたかな。でまあ現在に至ると、まあ、そんな感じでございます。はい、すいません、ね、そんなねそんな、時代がありました。はい、大変申し訳ございません。じゃあ今日も全然実はね今日何も本当に考えなくなる。今ピアノ使ってます。こんな感じでちょっと今のフレーズでちょっとなんかやってみましょうか。はい、気吸います。何言ってんですか。私はそんなとんでもない、私は神様でやってね。じゃあちょっと今のやつでちょっとなんかまとめてみましょうか。いつもの通り音ネタをギャルゲーはどっちかって言ってた。やっちゃえばいいのかなって。そうすいませんね。なんかでなんだっけ、松山県が、そう、小雪だそうです。いいですね。なんか、あれですね、上品っぽい顔ですよね。彼女はね、なんかね、顔の雰囲気が。まあ、じゃあ、ちょっとドラムパターンをまたちょっと、いつもの通り、なんかやっていきましょうか。なんか、それっぽい音があるといいね。まあ、とりあえず、なんかやっときましょう。ね。残り間56分か、そうだもんで、今ターン140ぐらいだと。そうなんだ、すごいね、なんかね、なかなか思い切ったことしましたね。
まあ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 いいんですよ。お月様は遠くから見てるから綺麗なんですよ。うん。すいません、ついつい、この辺り行ってみようか。でも最近 X スプリット重いね。こんな感じの、だけどほら、今ちょっとピアノだけどちょっと音色変えてみましょうか。いつものですね、フリーウェアで、私ご用達のスーパーウェーブの P8 っていうやつがあるんですけど、こちらの、音をちょっと使ってみましょう。こちらのちょっとね、画面ね、これサブ画面がなぜかね映らないっていうね、なかなかね不思議な仕様なんですね。なんでここでこうここら辺になんか、まあ、ここら辺に画面がこう、ウィンドウが出てるんですけど、皆さんにはちょっと見えてないという、すごい残念な、仕様になっております。うん。じゃあ、こんな感じで。はい。はい、じゃあ、これで、こんな感じの、はい、やつをこう、まあですね、ちょっと待てよ。だん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 、なんかいいような気がするな。気のせいか。1、2、3、4。はい、すいません、実はねプログレ好きです。ごめんなさい、プログレ大好きです。プロがグレちゃってるんで、はい、残念です。プログレ好きだね。昔ねノベラっていうねプログレバンドがあってね、これがまたねなかなかね、そうひどいんですよ、そうあれがねなかなかね、またボーカルが下手なのもまたね可愛らしいじゃないですか。とね、あそこが愛おしいよね。
今のなんか ごちゃってした方がいいね。なんかね、タッ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 タララってなってる方がいいね。うん。あ、ELP ね。うん。でもそうなってくるとあれだよね、最初になんかあのなんだあのノリでいいんだ。デカめになってるのがちょっと否めないかな、聞いてますわ、すごいね。ループを振ってた。なんかものすごい、なんかあのものすごいなんか短いループものすごい短いループをして知りました。すいませんすいません違う、
り、でここで、1時間半枠です、あと残り46分ですね。僕もなんかやるかったあ、じゃあ僕もちょっと一杯いただきます。はい、乾杯。はい、あら、また放射性物質が検出ですか。今日のヒュンダイ新聞、あ、今日のヒュンダイ新聞読みました。すごいっすよ。なんかなんだっけ、あー、どうもすいません。今日はね、発泡酒ですね。発泡酒にちょっとこう、なんていうか、まあ、冷めないように、サーモスのやつで冷めないで、ぬるまらないか、そうだね、失礼しました。うん、こんな感じでいいか。お、いいですね。ポカリいいですね。はい。職人すごい。
職人すごいよ。すごい、それはちょっとね、今俺もちょっと今戦慄が走った。びっくりした今。修正してた方が早いのかな。ここはかけちゃまずいな。この辺りか。まあいいじゃないですか。あのそれもまた楽しみってところで。ね、そんな感じで。うん。なんかさ、あのおじさんは結局さおじさんだからさ、うん、いいんですよ。うん。あの。ちょっとね、こんな感じでいいかもね。よし、じゃあとりあえずちょっとこれぐらいの全体像でちょっと作り込みの方に入りましょうか。ね。はい、ということで。その音はちょっと厳しいな。ダーンともう一回ね。はい、でここでボーンと来て、はい、ボーンと来て、ジャーンと来て、ハーンと来て、ね。ぐらい欲しくなってくるね。これがこう来てこうかな。こうでこんな感じかな。
これぐらいの方がいいかな。うん、そうだね、そんな感じでいってみましょうか。どうも、初見さんいらっしゃいませ。はい、ジブリさんジャック放送すんの？ファイターですね。でもすごい、そのチャレンジ精神があるってすごばらしいですよ。すごい、偉い。俺だったら絶対にない。そんなに、だって、あ、なんか寝られた、やられた。何やらせんだ。まあね、うん、すごいね、職人。さてさて、そしたらじゃあ、あのベースラインをちょっと入れて。しかしな、今日はね、前半の時にちょっとね、初見さんの方、来た方はね、あ、ソフトシリーズで好きなのは、やっぱね、ジータいい音するよね、ジータ。ジータいいっすよ、ジータかわいいよ、ジータ。ちょっとまだジータ使ってないですけどね。今日は出し惜しみです、ジータ。でここであれだよね、クラッシュシンバルが欲しくなったりとかするわけですな。クラッシュぐらいちょっと一発入れとこうかみたいな、この辺りかな。こんなもんかな。これはまあここら辺にまとめといて、で、そしたらじゃあここで、って感じにしときましょうか。ジータいい音するよね、ほんとね。あれは神がかってる、ほんとに。ほんとにいい音するわ。そういうわけでもないですかね。まあ、俗にオクターブですね。
あ、ほんと日の出状態のこの子が失礼しました。危ない危ない、危なくもねえか、うん。そうね、そろそろね、とりあえずこれで。地震だね。うん、揺れてんね。あーでも、うーん、確かにね、ちょっとそんなにがっつり揺れてる。だからね、今日はね、ちょっとね、ランプがあるんで、ここに。で、これをもう一回繰り返す感じかな。よいしょ。さすがに30何小節ぐらい。お疲れ様です。右翼ですか。いやいや、これで右翼だと思ったんでしょう。もう違いますよ。あのね、
う一回これ繰り返した方がいいんじゃねえか説がちょっと出てきたんだけど、気のせいかな。これもう一回どうかな。さあね、あのね、国旗を形容するイコールね、右翼ってね、あんたね、アメリカ行ってごらんなさいな。国旗形容してなかったら、お前何人だって言われるぞ、ほんと。特に独立記念日とかさ、ああいう時にさ、国旗形容しても、お前はってね、言うわって言われますよ、ほんとに。うん。ほんとに。うん。あのね、普通の国はね、なんかね、断ることに国旗を形容するのが普通なんすよ。うん。でしょ？うん、そう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 、みんなあの何あれあのなんかあのこうワールドカップとかでなんかあのみんななんか一気にみんな右翼になっちゃうんですかね。うん、そんな感じですよね。ちげえべさみたいな。そう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 、29日もあげようね。うん、昔は旗火って言ってね、そういう時はね必ずあのやってたんだよね。最近は見なくなったよね、ほんとね。子供の頃はね、本当にね、多かった。うん。でも今そんなあんのもなくなっちゃったからさ。ちょっとあれの、もう丸すぎるな、これ。確か、どこだっけ、ピーロックストリングス。これだ、これだ。ありがとうございます。それはちょっとね、ちょっと時間かかるからやめとくわ。うん。で、一応これでどうしようかな。あと残り20分か。
しょしょって言ってる後はなんかあのなんかコリ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 したのも入れとか、あれこれ入れちゃった VSC じゃなくてこれじゃないっすよ、この音じゃなくて、これか、何を挿入してるんですか、もう困っちゃいますね。でもまあそういうこともありますよね、気持ちはわかる、だが落ち着けみたいなね。なんかあのなんだっけ、あの悪魔のあの燻製講座をちょっと思い出しますね。あれは面白いよね。女性いるんじゃないですかね、ちょっと僕もよく分かってないですけど、どうなんだろう、お、あー、なんとなんと、これはこれはなんか、どうもありがとうございます。こんなおっさんのミサイトなんか見せちゃってほんとごめんなさいね、あららら、あららら、あ、あ、え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 、ちょっと待った、それちょっとなんかおかしいんじゃねえか、なんかなんか、ねえ、そうだよね、それはちょっとおかしいでみたいな、なんかあのあれですよ、菅政権のなんかあのなんかあの支持率ぐらいなんか疑わしかったですよ今の、そうテロ朝発表みたいな、赤き新聞発表みたいな、なんかそんな感じでしたよ、なんか、まあよくあるよくある、しょうがないですね、そればっかりは我慢してください。やっぱりなんて言いますかですね、あ、来た、
なんだそりゃ。すごいですね、それ。すごい言われようですけど、そんな大したことないですよ。15分か。じゃあ、いや、ここら辺でちょっと終了しよっか。うん、ちょっと今日ちょっと中途半端ですけど、ああどうもありがとうございます。ちょっとちょっと、あでもまあもうちょっと、うん、ここでなんかもうちょっとなんかね、残念ですね。
これをこうもう一回繰り返して今回は終了といたしましょう。残り10分、うん、そんなもんだな。よし、じゃあプログレですねと言いながらあんまりプログレでもなかったかな、まあ、とりあえずこんな感じで、はい、セーブして、はい、こんな感じで。今回は、はい、そういう感じでちょっと今回はですね、まあ、今回の作曲はまあ、こんな感じに、していきたいと思います。あ、どうもありがとうございます。まあまあこんな感じでですね、あ、はい、いえいえ、まあそんな感じで、まあいつも、だいたいこんな感じでやっているんですが、まあ実はですね、私たちというのはですね、こう、前日本という、実は団体に、言いましてですね、こう、なんて言いますか、うん、このような、ちょっとお待ちくださいね。これで、そっか、これを、あれにすればいいのか。これにすればいいのかな。に誇りを持つ仲間たちのネットワークという、こういうものを実はやっておりまして、こちらで、まあ、例えばですね、私はここの、ここのですね、BGM 制作委員会というのを、まあ、ちょっと作ってまして、そちらで BGM 作成部か、こういうのを作ってたりして、ここでいつもですね、こんな感じで、まあ、やっております。で、あとは、こういうところで、できるだけこうやって YouTube にこういうふうに、上げるようにしているので、こんな感じで。はい。で、一応、チャンネルはですね、マイチャンネルのところをこう見ていただけるとわかるんですけど、一応このように、JKL5046 っていう、この、チャンネルがございます。ですね、こちらの、番号でございます。こちらでございます。はい。こんな感じでですね、やっておりますんで。で、気がついたら前日本ということで、まあ、要はですね、先ほど見た方で、私の後ろのところに日本の国旗があるということで、こちらですね、日本の国旗がこちらにあるということで、皆さん、初見さんの方で、あなたは右翼ですかって今出てきたんですけど、右翼はですね、右翼イコール日本国旗っていう、その考え方自体が実はですね、かなり、大きな、間違いがありましてですね、靖国カレンダーも、まあ、後ろにあるんですけど、これを持ってても決して右翼、イコール右翼ということではございません。はい。残念ながらですね、もともとね、普通の国家というのは国旗をちゃんと自分の国旗には誇りを持つっていうのは、これがまあ普通一般的な話なので、できるだけですね、皆さん国旗を使うことをですね、あんまり恥じないように。いやいや、違うな。日本に誇りを持ってもらいたいというかですね、日本国旗もちゃんと、そう、もともと、この国旗というのはものすごく大事にしなくちゃいけないものであったりとかするので、白地に赤く日の丸染めて青美しい日本の旗というね、こう、唱歌が昔あったんですね。
私はあの小学校の頃はそういう歌を普通に歌ってたんですけど、今は多分歌ってないんじゃないですかね。そういうところも踏まえて、そう、日の丸弁当も美味しいじゃないですか。あの皆さん、あの梅干しは相当ね、あのいいというんで、僕もあの何だろう、必ずその日本の国旗というものをちゃんとあの胸の中にちゃんと日の丸を入れて、てか私たちの心の中に日の丸を入れて、なんとかそのなんで私たちの愛国心、愛国心って言うとどうしても右翼って言いますけど、そしたらアメリカの人たち全員愛国心がいる、全員右翼になっちゃいます。そういうわけじゃないんですよ。愛国心っていうのと、それからそのイデオロギーの右左っていうのは全く別物でございますので、あのそこを誤解なく、なってしまいますので、そこをできるだけあの皆さんあの、気がついていただきたい。そう、気がついたら、気がついたら前日本、気がついたら前日本でございます。必ずね、あの http://minipon.jp 打ちながら言ってます。はい、こちらです。あのですね、こちらですね、あのあーまあ確かにそういう人もあるけど、一般的にはやっぱりあの掲げます。はい、こちらにあのぜひあの初見さんの方でもしご興味のある方はですね、ね、売ってます。ハンズにも売ってるんで、僕ハンズに、あのマンションのあの玄関のところにつけてるのはハンズで買ったあの小さな国旗を掲揚してます。はい。あ、TTP はダメです。はい。でも今 TTP どころじゃなくてね、本当今もっと大変なことになってるんで、まずそっちを、そう、東京ハンズに売ってますね。はい。あのちっちゃめのやつが、僕あとは靖国神社の優秀館のところでも売ってますね。はい。なんであのそこら辺のところですね、あ、百均にもあるんだ。それは素晴らしいですね。そう、靖国神社はね、1500円で結構ね、リーズナブルな価格で売っていますので、そこでね、買っていただけるといいかと思います。本当はね、管理さんみたいに、そのなんて言ったらいいんだろう、もうちょっとそのなんかいろんななんかあの書もこもごもの話とかなんかしたかったんですけど、ね、今日もいつもの通りなんか淡々と作曲して終わっちゃいましたね。申し訳ございませんね。なんていうか、でもね、できるだけその、なんていうか、まあ、自分は、その、なんだ、そういうところで、なんか、みんなの、なんか、興味っていうか、をですね、前日本っていうのが、どんなものかっていうふうなところを、なるべく、興味持っていただけたらなと思って、こんな放送しておりますし、あと、前日本スプレッドっていうのがありまして、こちら、夜10時からですね、前日本チャンネルというところで、行っております。金曜日だけ、チャンネル桜の、放送枠でやっておりますので、そちらに、あ、どうもありがとうございます。やってきたんで、今週は金曜日にですね、ちょっと、また桜寺のところに出張して行っていきたいと思います。今回ね、ちょこっとだけね、ほんのちょこっとだけ中国にも原発あるんだよみたいな、ちょっとね、地図でちょっと何機かどこにあるかっていうのをちょっとまとめたのがあるんで、そのフリップでも見てですね、実はこんなところにあるんですよみたいな、でやっぱり今後増えていくのか増えていかないのかっていうふうなのも重要だったりする。日本が原発がなくなっても大丈夫ってわけじゃないんですけど、非常にね、中国と韓国にも実は原発があって、偏西風によってはかなりね、割とね、あんなところにバンバカ作られるとね、結構ね、日本が原発なくなってね、さあ安全万歳っていう、そんな状況ではないということをね、指摘していきたいかななんて思っております。そう、何しろね、何でも爆発する国だからね、中国ってところはね、そう、中国の法則から考えるとね、なんかちょっとそら恐ろしいかななんて思ってたりはしております。まあそんなのも含めて、あとはね、パチンコの電力事情、こちらのところもですね、一応考えております。パチンコの電力需要ね、実はね、平成2009年調べでね、だいたいね、東京電力だけでパチンコの電力、がね、消費電力がね、だいたいおおむね2100万キロワット、2100万キロワット、相当な電力ですよそれ。そう、やばいっす、そんな、ほんとほんと、
あの全友連ってところの資料からあの計算したんですけど、やっぱりどう計算してもそう、うん、なんでまあそれもフィリップにまとめたんで、あの桜地放送でちょっと暴露しますみたいな感じで、はい、暴露暴露って感じでね、デトックスジャパンって言いながら、まあそんなこと言いながら、実はあのまあそんな感じでですね、あのパクっちゃいましたけど、うん、あフィリップね、そうそんな感じなんです。まあそんな感じですね。そろそろ1分切りましたので、タイムラグも含めてでそろそろあの放送終了というふうな形になるかと思いますが、まああの来週もですね、こんな感じであのだらーっと1時間半ほど、皆様とお付き合いするような感じかと思います。とにかくね、皆さん、4月の24日の統一地方選挙第2部、どうぞ、皆さん選挙に行きましょう。それでは、そろそろ終わりにさせていただきます。どうも、ありがとうございました。じゃあ、そろそろ、音声切らせていただきます。あとは余白時間でございます。それでは、どうもどうも、よろしくお願いします。